洗濯。こんばんは。星ありがとう。胸の力なくすぬくにすぬびーめっとめくあなたそれだけやですぐに気がめくこんばんは。ハートありがとうございます。音符もありがとう。にじにじギフトありがとうございます。今日は心拍数、この心拍数じゃなくて、今日は帰ってきて名古屋に、でママとカジケンに行きたいなっていう話をしてたんです、結構前から。でもこの前カジケン行った時に、見覚えのあるユアニャンのファンの方がいたんですよ。あのよく制服の目公演とかで見る方が、この前行った時に、で気づかずに食べてたらその方がいて、この人ユアニャンのファンで見たことあるって思いながら食べてたんですけど、でもうちと半分目があったみたいな感じだったんですけど、多分気づいてなくて、うちに、で、あ、バレなかったって思って、で今日カジケン行きたいなって思って行ったら、その方がまたいて、すごくないですか。さすがにでもカジケンは今日は食べてないんですけど、常連客さんでしたね。なので今日はあの違うものを食べました。ハートありがとうございます。星もありがとう。リンボースターたくさんありがとうございます。ようにゃくきれの推しだけど配信訪問しに来ちゃいました。ありがとう。推しありがとう。すごくないですか。そうカジケンさんですね。すごくないですか。さすがに2回行って2回とも姿を見るっていう、あっちはね多分気づいてないんですよ。でも本当に気づいてなさそうだったんですよね、うちに。ユアニャンにしか興味が、一直線の一押しの方なのかな。星ありがとう。ねえすごくないですか。その方と友達二人とその方はいたんですけど、またその同じ友達の方と二人でいて、本当に仲がいい二人なんだなって思いました。ケーキハートありがとう。ハートありがとう。だるまありがとう。4ヶ月ぶりに話して嬉しすぎたよ。ありがとう。こちらこそ嬉しかった。最近めっちゃ夢に、どんな夢ですか。それはそう、まさかの国民側が気づいてるのに、多分あっちは本当に本当に気づいてないんですよ。本当に気づいてないと思う。ハートありがとうございます。1回目の時は本当に同じお店にいたんですよ。でうちが食べてる時もその方は食べてたんですけど、でも帰る時も気づかれてなかったと思う、うちに、うちのことを気づいてなかったと思う。
で、その方は今日ユアニョンと3部かな、レンがうち隣なんですけど、その方並んでて、あーこの人ユアニョン、あ違う、この前カジケンさんに行った時に会ったなーって思ってたんですよ。見たなこの人って思いながらその人のことを見てて、そしたらまさかの会ったっていう、またハートありがとう、サイリウムありがとう、リンボースターたくさんありがとうございます、頑張れ、ありがとう。スティックホシーも食べたことあるよ、ミニストップの、めっちゃ美味しかった。でも免疫で最近結構、この前もかな、ファンの方と会ったんですよね、免疫で。配信嬉しい、おつにじお仕事。そう、まかりで見てまさかの名古屋でも会いました、その方。うちはその人の後ろ姿でも気づきました。待って、もしかしてうちの前に歩いてたんですけど、その人が、待って、もしかしてこの方はカジケンに向かってるのかなって思って歩いてたら入っていきました、お店に。ね、ユアニャにしか目がない方で、だから多分うちがこうやって話してることも多分分かってないと思う。ね、そんな奇跡みたいなことが起きてるんですよね。それな、イエイありがとう、たくさんのイエイ。ね、すごくない、あとありがとう。本当に気づいてないんですけど、その方は多分。ね。しかも自分のファンの方じゃないからさ、堂々となんかそんなね、聞けないしさ、いたねこの前とか言っても。でもね、ユアニャンのファンだから多分気づけましたね、制服の目で見たことがあるって思った方だったので。今日はアイス楽しかったよ、ありがとう、こちらこそ、虹ギフトありがとうございます。逃げますね、やばい、結構ね、見たことある人って覚えてる。そう、お見送りでよく見る方だって思ってたら、まさかの本人だってうちが思ったもん、逆に会った時初めてお店で。楽しい2日間でした。びっくりでしたけど、よかったですね。ユアニャンに話したっけな、でもこの前はミユちゃんのファンに会ったんですよね、確かミユちゃんのファンだったかな。でもこれはミユちゃんに言ったんですよ、特徴はこういう感じのこういう人に会ったんだよねって言ったら、それ絶対ミユのファンだって言ってたので、これは確実にミユちゃんのファンに会ったんですよこの前。でもその方は多分気づいてて、うちに目があったら、あの静かに歩いていきました、どこかに。記憶力がすごいのかな、だから本当にめちゃくちゃ自分のことを好きって言ってくれる人に遭遇したらびっくりしちゃうかも。その人静かに歩いてきました、絶対にうちって分かっててし、目もしっかりであったのに静かにどっかに行きましたね。
その方も制服の目でめっちゃ見たことがある方だったので分かりました。虹ギフト綺麗、ありがとうございます。綺麗な虹が見えました、ありがとうございます。ありがとう虹ギフトたくさん、ありがとうございます。でも結構見つけれると思います。うちでもその方この前遠く会に来てくれて、この前もしかしてすれ違って目があったなって、国民らしき人と目があったんだけど国民だったって言って、その後結局遠く会に来てくれて、その方話しました、あったねって、だよねって二人で話してました。ハートありがとう。またいつか行きます、待ってます。制服の目ハートありがとう。結構気づきますよ皆さん。え、チーク濃いかな。夢の出演料、カップケーキありがとう、星もハートもありがとうございます。ミンミン国民、そんな奇跡もあるんだなっていう思いました。星ありがとう。自分のファンと会ったことはない。噂のキラキラチークです、これが。本当に顔がツヤなんですよね。ハートありがとう。いや絶対に気づきますよ皆さん。知らない JK 見つめてたらやばいから見れないかも。お疲れ様でした。昨日はありがとう、こちらこそありがとうございます。出会いは奇跡ですからね。星ありがとう、キラキラしてた。すがくんありがとう、こちらこそ。ハートありがとう。ねえ、キョンシー率高すぎてびっくりした。誰も着ないかなとか思ってキョンシーにしたんですけど、今日のパジャマ寒すぎてやばかったです。街で見かけたら逃げると思う。じゃあもしかしたらさ、うちって分かってる方もいたけど逃げてたかもね、気づかないで。うちがキョンシークマありがとう、ハートもありがとうございます。可愛い、ありがとう。あと結構パジャマが好評で嬉しかったです。そう、誰もしないって思って気持ち着てたんですけど、まさかの大かぶりしちゃってて、うちマジ気配消すのうまくて、学校とかはマジ気配消しすぎてるんですよね多分。寒そうだってポストされてました。寒かった、え、言われた。もっとモコモコしてる感じのパジャマかなって思ったけどって、意外とシンプルな感じにしました。あと今日久しぶりに笑ってる写真を載せたんですよね X に。ちゃんと笑ってる写真を載せたので皆さん見てください。そしてコメントを見てるのでよろしくお願いします。今夜の夢に出てきそう、出てきますように。え、そう言われたんですよね、手が冷たいって言われて、握手の時寒かったんですよ。で皆さんの手がすごくあったかかったです。
ピンクも似合ってた、ありがとう。コメントしてるよ、ありがとう。久しぶりにコウミの配信見てたら握手会で会いたくなった。ポートメッセの握手あるよ、待ってます。ハートもありがとう。心拍数誰かがと、こっちバージョン踊れないんですよね。心拍数めっちゃ難しいよね。ファンの人からさ見ても難しいって思うのかな。ダンスとかこのダンスは簡単そうだなとか、このダンスは難しそうだなとか思うのかな。手が冷たい人って心が温かい。うち絶対に心温かいと思います。ケーキありがとう、たくさん。心拍数1サビ2サビ落ちサビで全部振りが違うんですよ。それがね、ね、わかる、激しいよね、全部難しい。それはね、手と足をね、すごいよね。ありがとう、ラブレター。俺手めっちゃあったかい。心が冷たいんじゃない、キンキンに冷えてます。そう、振りが全部違うんです。1サビ2サビ落ちサビで、本当に。うん、生誕 T シャツ着てきますね、ありがとう。ハートありがとう。そう、何サビが好きかな。2サビ結構好きなんだよな。でもね、三階席からとか見てみたかったな。財布の中身。わさびが好きです。こんばんは。おつにじ、あ、そうなんですよ、今日が締め切りです。セブンのネットセブン、あとあのドレスのファミリー会員限定のドレスの生写真のセットも今日までなので、皆さんぜひゲットしてください。めっちゃ可愛かったんですよ、ドレス、衣装のドレス。衣装さんがココミに似合いそうなのはこれかなって言って選んでくれて、なので皆さんぜひ。可愛すぎしか言えなくなる。フォーメーション綺麗すぎ。ヨーグルト。ハートありがとう、リンボースターたくさんありがとうございます。え、美味しそうなケーキありがとう。ハートありがとう、送料無料だって、超絶可愛い。そう、マジで可愛いんですよ、絶対にあれはゲットします。うちも生写真は毎回チェックしてるので買ってます。私もゴイスルビート、おししかかたん、ありがとう。すぐに血液がめくる。永遠ここみちゃんいけなかった。難しいよね、自分の推しって本当に出ないですね、狙いは。
だるま、ありがとう。もちろん。え、清少納言に似てる？ねえ、ヨニジの写真撮れてないの。でもめっちゃ話してるけど撮れてないんだよね。うん、絶対撮りますね。本当にマジで、あの時間がねなくて撮れてないんですけど、でも今日も帰りもたくさん話しました。え、ソルベットのグミ、マジソルベットグミ大好き。あの昨日の夜ママと電話してたんですけど、夜ご飯食べるときに、あのホテルで一人だったのでママに電話してて、で、あのか、あのこの前行った時も買ったんですよ、そのグミで。今日も買って今回もで、ま、電話してまたママに見せました。でママにも買ってきてよって言うから買ってきました。もうユアニャンが言ってたやつ。親孝行のまた一つしちゃいましたね、ビューティフルの次に。めっちゃ下がったけど、センターを押した次はグミを買ってくるだけっていう。ありがとう、お菓子シュークリーム。え、東京バナナね、可愛すぎて国宝だった、ありがとう。今日は行けなくてごめん。全然グミって食べたことないですわ。やばやばっす、それは。マッサージのお返しですね。仕事中だけど見に来てよ、ありがとう。娘のお土産カタカナ。え、京都いいな。ねえ、マジで京都行きたくて、もう京都に行きたいんですよ今本当に。修学旅行、去年の4月に、2023年の4月に行ってから本当に京都に行きたくて、本当に行きたいんですよ。ありがとう、シュークリームたくさんありがとうございます。ハートもありがとう。抹茶スイーツ食べたい、わかる。11月3時待ってます。もしもししてもいいですか。ありがとう。昨日の返信などさっと、そうでもメールでは話してました、たくさん。そうだ、京都に行こう。ハートありがとう。秋の京都人やばそう、マジ。ハートありがとう。ケーキありがとう。クマありがとう。クマありがとうございます。 I love you クマもありがとう。人多すぎて疲れた、わかる。人多いの疲れる。そう、修学旅行で行ったんです。星ありがとう。え、ちかここに振られたんだと思ったね。昨日たくさん仲良くなれてありがとう。質問コーナーありがとう。アイスカップケーキもありがとう。でもうちもこの前道案内したんですよね、おばあちゃんに。街歩いてて、タン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 、星ありがとう。
道案内、星ありがとう。京都の読み上げといえば、え、なんだろう、え、なん、うち何買ってきたっけな、え、おも、あ、八つ橋とか。いや、一人でいるときに話しかけられたんですよ、一回。かきれのといるときも一回、外国の方に。ノーイングリッシュソーリーね、ありがとうございます。仲良くなりましたよ。ハート、ありがとう。でも八つ橋食べれないんですよね、私。写真撮ってくださいね。八つ橋食べれないわ、確かに。思い出したら。ニッキが苦手です。アイス、ありがとう。スイーツ、味が苦手です。プリティガールね、ラムネのやつ足とかあんの。シナモンも苦手です。でもね、今日ファンの方と一緒に嫌いな食べ物ないのって言われて、ほうじ茶がほうじ茶が苦手ですって言ったんですよ。そしたら、でもほうじ茶が苦手でも人生ほうじ茶が苦手でも人生生きてて困らないよねって話したんですよね。え、シナモンって日記なの？でも京都に来たら観光って感じじゃないですか。だから休めなそう。アイス、スイーツ、ありがとう。やっぱ休みたい、疲れちゃうから。つながっている、こんばんは。でも小6の時の修学旅行は東京だったはずが長野県になったんですよ。でも最悪みたいな、みんな自分の県なんて旅行したくないよって感じの修学旅行で、全然乗り気じゃない感じ、みんな、うちもだったんですけど、あれ食べました、精進料理。めっちゃ美味しかった。でね、コロナで最悪じゃないですか。もうみんなね、最悪って言って、古墳とか見に行った。社会見学って感じでした、修学旅行というより。精進料理、精進料理ってなんだっけ、なんだっけな、そうそう、お肉とか魚を使ってないやつですね。ね、夢の国って思ってたらまさかの長野県っていう地元って感じ。小見さん眠いですね。そう、マジでコロナにもろかぶりなんですよね、学生は。
学生、学校、青春。ハート、ありがとう。京都の恋人知らない。白い恋人なら知ってます。しかも宿泊ありなの。長野県に泊まんの、地元でも。まあその友達と一緒に泊まるっていうワクワク感を味わいましたね。そう、コロナにドンピシャだったのが小6でしたね。でも中学校の文化祭とか体育祭も全校でできなくて、学年開催とか入学式とか卒業式とかもその学年だけって感じで、全校で集まったことは全くなかったです。クマ、ありがとう。キョンシ、マスクしてて素顔知らない子とかいるし、多分うちがそれだった。マスク取るのが嫌すぎて、みんなの前でマスク取ることが恥ずかしすぎて。もう給食とかもこういう感じで見られたくなくて。そう、ミレさんとお話できたんです。今日嬉しいことに会えました。卒業公演ぶりに幸せでした。本当にマスクが当たり前だから、もう洋服の一部みたいな感じだった。その時マスクが夢の国の嫌いな夢、かわいい座手下げながら注意、気をつけます。え、そう、給食も机、班の机とかできなくなっちゃった途中から、なんか曲流しながら食べるみたいな。虹ギフト、ありがとう。虹ギフト、帰宅しました。リンボスター、ありがとう。でも今じゃ全然マスク取るんですけど。ハート、サイリウム、ありがとう。壁に向かって給食食べてた。本当にそんな感じでしたね。もう机に向かって食べてました。だからもうなんか全然話さない子とかいたしね、クラスに。本当になんか分散登校っていうのがあって、15人15人で登校みたいな、午前と午後でとかって感じでしたね。だから全く合わない子とかいた。ハート、ありがとう。黙食、ソーシャルディスタンスでした。机も隣の机とかあったんですけど、くっつけれなくて、席替えの楽しみとかがなくなっちゃったんですよね。え、給食ね、全部好きすぎてやばかった人。でも中2中3でなんかちょっと緩くなってきたって感じでした。お初です、ありがとう。リンボースター、ありがとうございます。たくさん、ね、席替えマジ楽しいよね。席替えマジ楽しい、わかる。一番後ろの席が良すぎて。でもなんか一回数学の授業だけその人の頭の良さによってグループ分けされてたんですよ。 A チーム、 B チーム、 C チーム、 D、E みたいな。で、一番下の E チームとかだったんですよ。数学の授業だけそういうようにされてて、小学校の頃小4とかの時で E チームに分けられて、本当に10人とかしかいないんですよ、 E チームとか。一番下の
勉強が苦手っていうかできない子たちが集まるチームにいたんですけど、10人とかでやってて、その時それも弱いよね。ハートありがとうございます。いいでしたね。レインボースターありがとう。でもね、そこのチームに分けられたからって数学がすごい得意になって頭が良くなるってわけでもなくて、なんかよく分かんなく終わりました。なんか出される宿題とかも違って、 ABCDE で、いいでした。もう本当にめっちゃゆっくり授業を進めていくとこでしたね。CD あたりが一番人が多かったんだよね、多分中間ぐらいっていうのかな。 A はめっちゃもう頭がいい人だから10人ぐらいしかいなくて、で B も10人とかで、CD がたくさんいましたね。20人とか30人とか。だから全然知らないクラスの友達じゃない知らない子とかも来て、めっちゃ気まずかった記憶がある。そんなチーム分けしないでほしいよね。発表される時が一番嫌だよね。〇〇さんは、伊藤さんはいいでみたいな。え、数学苦手。え、ママ知ってると思う。言ったかな？言ってないかな？わかんないけど。言ってた？言ってたって。ちょっと普通にだと思う。普通にいいだったみたいな。でもそのぐらいの方が勉強についていけるからいいねとか言ってた気がする。ママはなんか勉強についていけてないみたいなことをめっちゃママに言ってたんですよね、多分。だからいいチームに分けられて、ゆっくりゆっくり進められていく授業でよかったねみたいな。リンボスありがとう。購入手続きしてありがとうね。本当に得意な人はね、わからないぐらいにスピードも速いし問題を解くね。学校のテストの時に隣の子がすごい頭がいい子だったんですよ、席の子が。だからその班の子たちと一緒に、この子のめっちゃ頭がいい子の髪の毛を一本もらって自分に植え付けたら頭が良くなるんじゃないかっていうのをやってて、それやってたんですよね。毎回テストがあるたびにその子のから髪の毛一本もらって、机の置いとくみたいな机に置いてテストをするみたいなのをやってて、やばくない？で、何か変わったって言ったら何も変わってないんですけど、ありがとう青の水たくさんありがとうございます。やばいよね。その子からいつも髪の毛もらってたんですよね。3人でやってたんですけど、それを1人頭がいい子に2人で髪の毛1本もらってもいいって言って、やばいでしょ。自分にそれをこうつけてテストをするっていう。でちょっと数学はやばいから3本もらってもいいみたいな聞いて、机の端っこにたくさん置いとくんですよね、その子の髪の毛を。やばいよね。その子に今思うと申し訳なさすぎて、かわいそう。抜いてくれてた、痛いとか言いながら、申し訳ない。リンボスターありがとう。リンボスターありがとう。たくさん、やばいでしょ。その子大丈夫かな今髪の毛。ね、気持ちの問題
切るよりやっぱ抜くっていう。で自分に植え付けたり机に置いといたりとかしてましたね。やばいよね、効果あったのかな、まあ、気持ちの問題。ね、かわいそすぎて無理その子。でもその子も結構なんか乗り気だった気もするけどね、気持ちが一番大事だからね。ね、今回は逆にやばいしね。ね、協力してくれてたのやばい。これに髪の毛もらってもいいとか言って、みんなもまたうちが困ってたら髪の毛をください。読み男女、段読み。でその後はめっちゃ捨ててた、消しカスと一緒に床に捨てちゃってたからごめんなさいって感じ。13位、クッキーありがとう。12位、かわいいキュートありがとう。11位、ゴッチありがとう。10位、ヒットありがとう。9位、ヤマッチありがとう。8位、レブロンありがとう。7位、アライチュウありがとう。6位、シノウマ冬眠中ありがとう。5位、消防ありがとう。4位、ネオジーありがとう。3位、アンキューありがとう。2位、タマ星ありがとう。1位、シンスケありがとう。シンスケありがとうございます。ありがとうしんすけ、来てくれた方もコメントくれた方もたくさんありがとうございます。変わった。7位、ブナロードありがとう。ありがとうございます。皆さんもありがとうございました。X も見てねみんな。あ、おやすみポーズ。ありがとうございます。また会いましょう。すごくありがとうございます。メールでまた。おやみかわいい、ありがとう。ありがとう、ギフトもありがとう。お疲れ、おつにじですね。ありがとうございます。おやみお風呂に勝ちます。2時、チョコケーキ見たよ。さようなら。ありがとう。